ああ、ええ、わかったわ。ありがとう。じゃあ、ついてきてくれ。お、主賓のご登場だ。あら、みんな、リビングに集まったりしてどうしたの？それに、みんなおしゃれして。さあ、ゼフィ、ミネスタを庭にエスコートしてあげてくださいな。ああ、こっちだ、ミネさん。ええ。え？これって…ミネッサちゃん、驚いてくれてるのです。サプライズパーティー、大成功ね。サプライズパーティー？ミネッサのためにゼフィーが企画したんですわ。平和になった今なら、こうやってパーティーも気軽に外で開けるはずだからって。今日一日バレないようにみんなで一生懸命準備したんだよ。そういうことだったの。通りで今日のみんなは変だと思ったわ。モネたちはミネッサちゃんをお部屋から出さないようにする大事な任務があったのです。なあなあゼフィ、早く始めようよ。肉が冷めちゃうぞ。ああ、そうだな。みんなも楽しんでくれ。ああ、さあ、料理も飲み物もたくさん用意したから、好きなだけ食べてくれよ。やったー！モネ、カリカロちゃんのお料理、大好きなのです。さあ、ミネさん、君も。まだ驚いて言葉が出ないわ。ありがとうゼフィ。料理もあらかた片付いたし、そろそろか。あ、なあミネさ、収穫祭でした約束覚えてるか？約束？あ、もしかしてダンスの。ああ、こうして君を誘うのは1年後だと思っていたから、まだダンスの練習はできてないんだが、よければ俺と踊ってもらえないだろうか？もちろん喜んで。だけどちょっと待ってて、あのネックレスつけてくるわね。必要ないさ、あれは特別な日のためにつけるものだと言っていただろう。ええ、だってあれはゼフィーからもらった大切なものだもの。だが今日は特別な日じゃない。前まではできなかったこともこれからは当たり前の日常にしていける。騎士団やエビル・レイブンに怯えることなく、他愛ないだけどかけがえのない日常の一つにな。こんな素敵なことが日常になるなんて、なんだかとても贅沢ね。そうだな。だからネックレスは例のお祭りのために取っておいてほしい。それに思うんだ、着飾ってなくてもミネッサは十分綺麗だって。ゼフィ、あ、ミネッサ姉とゼフィチューしてる。ミネッサ、その、ごめんなさい、つい気持ちが抑えられなくて。いや、いいんだ、ただ少し驚いただけで。ゼフィーお兄ちゃん、お耳が真っ赤なのです。まさかミネッサ姉とゼフィーがそんな関係だったなんて。今は二人きりにしてあげないとダメですわよ。とかなんとか言いながら、ラポネットだって興味津々なんだろ。それはまあ気になりますけど。いいなあミネッサ姉、私もいつか
素敵な男性と恋できるかな。はいはい、できるできる。だからさっさと部屋に戻るぞ。ああ、なんだか気を使われてしまったみたいだな。ええ、そうね。今日は本当にありがとう。ゼフィーの気持ちとっても嬉しかったわ。喜んでもらえたならよかった。大切な人にはいつも笑顔でいてほしいからな。大切な人、私もゼフィーのことが大切よ。今日のパーティーはもちろん素敵だったけど、あなたがいるだけで何でもない毎日がキラキラして見えるの。それはだからゼフィー、さっきのキスも日常の一つにしてもいい？ああもちろんだ。喜ばせようと思ったのに俺の方が幸せになるなんて、ミネッサにはいつまで経っても勝てそうにないな。